年齢を重ねるにつれて、ペットとしての犬の存在は癒しや心の支えとなる素晴らしいパートナーとなります。しかし高齢者の方にとって犬を飼うには犬種選びが重要です。高齢者の方が無理なく世話でき、楽しい時間を過ごせるような犬種を選ぶことが大切です。これから高齢者の方が飼いやすい犬種を5犬種ご紹介します。そして最後に高齢者の方が飼うのに大変な犬種も紹介いたしますので、そちらもご覧ください。チワワ。チワワは小型犬の中で最も体が小さく、成犬になっても体重は1キロから2キロの子も多いです。そのため高齢者であっても簡単に抱き上げることができるでしょう。チワワも1回の散歩にかかる時間は10分から15分と短めなので、体力に自信がない方でも大丈夫です。警戒心が強く怖がりなところがありますが、そこで飼い主が過保護になるとわがままになってしまうことがあるので注意しましょう。マルチーズ。穏やかで小型犬の中でもおとなしい性格のマルチーズ。その一方で飼い主と遊ぶことが大好きという活発な面を持っています。ただ小型犬ですので10分から20分の散歩を1日2回行う程度で十分です。マルチーズの皮毛は純白で汚れが目立ちやすいので、毎日ブラッシングして美しく保ってあげましょう。シーズー。シーズーは穏やかな性格の持ち主なので高齢者のパートナーとしてぴったりです。シーズーは穏やかな人間の心の変化を敏感に感じ取ってくれる賢さもあり、セラピー犬としても活躍しています。しつけもしやすい犬種なので初めて犬を飼うという方にもおすすめです。ただ皮毛が長いことから定期的なブラッシングやトリミングが必要になりますので、お手入れには少々手間がかかります。トイプードル。トイプードルは高齢者の方だけに問わずとても飼いやすく人気が高い犬種です。トイプードルは非常に賢いのでしつけがしやすく、人懐っこい性格をしているので犬の飼育が初めての高齢者にもおすすめです。トイプードルはアレルギーを持っている人でも飼えると言われているくらい抜け毛が少ないです。そのため掃除もとても楽なんです。遊ぶことが大好きな犬種で、散歩の時間は15分から20分くらいになります。健康のことを考えてしっかり体を動かしたい人はトイプードルはおすすめです。ヨークシャーテリア。ヨーキーの愛称で親しまれているヨークシャーテリアは好奇心旺盛で活発な性格をしていますので、毎日のお散歩が必須です。そんな活発な犬種、高齢者には大変なのではと思うかもしれませんが、超小型犬なのでそれほど力も強くなく、さらに1回の散歩にかかる時間は5分から10分と短いので、高齢者であっても安心です。ヨークシャーテリアは毛が長いですが、抜け毛はそれほど多くないので室内が毛だらけになってしまうという心配もありません。ゴールデンレトリバー。大型で力が強く、散歩やしつけに時間と体力が必要になります。アフガンハウンド。大型犬で活動量は豊富で、日々の運動量はかなり必要となります。ジャックラッセルテリア。小さい体から想像できないほど活発で運動量が多く、好奇心旺盛なので
初心者にはしつけも難しいと言われています。ボーダーコリー、全犬種で最も賢いと言われるほど頭が良いと言われます。活発で作業意欲の強い性格です。その分運動量が多く、しつけが難しいのです。秋田犬、大型で力が強いため、大の大人でも散歩でも苦労します。猟犬の本能や闘犬の気質を前面に出さないためには、飼い主との十分な信頼関係と訓練が必要で、力で抑え込もうとして犬に負けた時は手のつけられないことになります。柴犬、独立心があり我慢強い反面、頑固なところもあるので、飼い主の力不足を見抜くと暴君になります。子犬の頃からきちんとしつけておく必要があります。今回は高齢者の方におすすめする犬種、おすすめしない犬種をご紹介しました。犬を飼うことは高齢者にとっても良いことがたくさんあります。時には体調が優れない日や、お世話が大変に感じる日もあるでしょう。そんな時は決して無理をしないで、周りの人の協力を得ながら犬との生活を楽しんでください。